李さん一家に登場する郊外の一軒家によく似た民家、李さん一家は、ガロ1967年6月号に掲載された、杉義春の短編漫画。ネジ式、赤い花、厳選館主人、無能の人等と共に、短編の多い杉の代表作。最後の唐突な終わり方と、李さんのひょうひょうとしたセリフ、主人公でありながら、李さん一家とは、どことなく、 距離を置いた語り口などユニークな作風は他の作家をも刺激し、数多くの漫画家が作品の中で模倣した。当初は無能の人のような連作として構想していた。主役は李さんであり、主人公の青年は進行役になっている。作品のヒントとなったのは、唐木純造の無用物の系譜で、そこにはヨステ人的な人物が描かれており、作中に イハラサイカクの、オキツチさんという作品中の、ボーフラ売りの節が紹介されている部分であった。そこに次は、深い感銘を受ける。サイカクの作品のあらすじは、江戸時代の裕福な商家の旦那が散々女遊びを繰り返した上、虚栄に満ちた商家が、嫌になる家とは縁を切り一人の女郎と結婚し、貧乏生活を始める。二人はドブに入りボーフラを取って、 金魚の餌として売り生計を立てる。当時としても最低の生活である。子供も一人できる。ところが、かつての遊び仲間の旦那衆に知られ、面倒を見るから再起するよう説得されるが二人は応じない。生活は、貧窮し、お茶を沸かす焚き気もなく妻は仏壇の扉を外して、なで割って七輪にくべる。告げは、三角のその話に、非常な感銘を受け、 李さんを思いついた。才覚の描く某フラ売りの夫婦こそ、一切の社会から脱落指針の安らぎと自由を得た人物であり、宗教で説く執着を離れることだと、告げは感じた。当時より、告げの内面には、世の中から落ちこぼれ、外れた方が生きやすいという考えが潜在していた。主役を在日朝鮮人である李さんにした理由について、特に、 朝鮮人にこだわったわけではないが、朝鮮人であるがために定職につけず不老者のような生活をしている立場ではあるが、某フラ売りのように自発的に社会から脱落したわけではなく、脱落させられた否定的存在ではありながら、むしろそれは告げにとっては気楽な立場に思え、宗教で説く自己放課に通じるのではないかと感じていた。ある日突然、 郊外の一軒家で優雅な田舎暮らしを楽しんでいた、主人公の家の2階に在日朝鮮人で鳥を花すリさん一家が住み着いてしまったことに派生する日常的な事件の描写である。ネジ式、厳選館主人のようなシュールなストーリー展開や、無能の人シリーズに見られる、主観性や暗さもなく、どこか冷めた目で、自分自身に起こる事件の描写が淡々と綴られていく。 そのユーモラスな展開と、ラストシーンの唐突な終わり方によって、読者が受ける虚空に投げ出されたような空虚感が特に、印象的である。今度を進むは、この作品の魅力を、ナンセンスユーモア、または不条理劇の面白さであり、深い哲学はないと表現した。リソン一家発表からわずか3ヶ月後、漫画家の釣りたくに子は、ガロ1967年9月号に、続、 リソン一家それからと題したパロディ作品を次宛て春の名義で発表している。この作品では主人公の家の2階に住んでいたリソン一家が1階に越してくるなど続編を意識した内容となっている。一方、次は1970年に双葉社の現代コミック創刊号に続編のカニを掲載している。続編として新たに構想されたものではなく、 雑誌の創刊が急に決まったために理想一家構想段階で使用しなかったアイディアを漫画化したものと作者は語っている。突然主人公の家の縁の下にカニが住み着いたことがもたらす小さな騒動を前作以上に淡々とした日常の中に描いている。前作ではわけのわからない侵入者として描かれていた理さんがこちらではカニの生態に関して 独特の理論を展開して、主人公をうならせるという、すっかり主人公の生活の詩と化しているところに、両作品の間に赤い花や、ネ、ね、ジ式を通過した作者の境地が垣間見られるようにも、思われる。実際、この直後に描かれた、柳屋主人以降、作者は、夢と不安と、自己否定の方向へと進むことになり、そういう意味でも、 リソン一家の続編として描かれたカニは、イブセ・マスジの文学や旅から影響を受けたユーモラスな作風に別れを告げる作品と言える。ありがとうございます。